か質問があったら本人が呼んで。ああ。はい。そうやな。スプーンの話とかじゃちょっとないんですけど。はい、じゃあそうだな。自分がその缶釣り初心者で、これから始めたいってなるとするじゃないですか。その時にそうだな。ロッド、リール、ライン、ルアー、この4つで一番順番にお金かけていくべきってどういう感じで選びます？教えてくださいっつって一緒に釣り具屋来て、うん、何にまずそれでまずロッドとリールでしょうね。で正直ね、例えば安いものがいっぱいあるんですよ。ピンとは切りに、ただ正直釣りだったら、まあ、よく俺自分も釣り場でインストラクターをしてたんですよ、スタッフ、うん、よく言うのがもう1万円から2万円の間のものにした方が絶対いいです、ロッドはね。で最後ロッドはちょっと安くてもいけるんですよ、うん、だけどリールはもうロッドよりこだわってる。エリアってとにかく一定に巻く釣りなんですよ、うん、で使ってるものも繊細でリールが重たかったりなんだりすると集中力も続かないし、うん、何やってるか分かんなくなっちゃう。だからリールはある程度いいもの、うん、例えば今出てるじゃないですか。でも本当ルビアスとかダイワさんとかルビアスとか、うん、でも島本さんでもそこまでこう、まあ、高くないところの、まあ、機種ぐらいの買った方のが、うん、最初は絶対おすすめです。お、ね、釣りをね飽きずにできます。大事大事。でよくね自分のスタッフしててあるのが、そのまま安いカップル買ってきてライントラブルとかトラブルの 全開で途中でやんなって帰っちゃうっていうのが結構あるんですよ、うん、初心者の。だったら最初に年2回3回しか釣りしないでもいいから、とりあえずそこそこいいのは買っとこう1本だけっていう方が楽しめます、絶対に。でまずそのロッドとリールがまず最初で、次に糸、うん、糸は、ね、本当に大事なんですけど、まずロッドとリールがないと話にならないと最初に、うん、で次に糸はもうとにかく細いもの、うん、ただ細ければいいわけじゃなくて、まず最初初心者にとったら切れないぐらいの細いです、うん、で今エステルライン、クロロカーボンとかいろいろあるわけですよ、うん、だけど一番おすすめなのは、まあ、ナイロン打ち出してますけどエステルライン、うん、エステルなんですね。エステルの方が何やってるか分かるんですよ。だからこれがエステルをおすすめする人は缶釣り初心者でも他の釣りをしてたらって話ですよ。他の釣りをしてる人だったらエステルラインって感度があるんで、うん、何やってるかすぐ分かるんですよ。だからその馴染みやすい、はいはいはい、だけど最初その釣り初心者の人が始めるってなったらナイロンライン、うん、ナイロンラインってフルカーボンよりも支柱が軽いんでトラブルが少ないんですね、うん、だからナイロンラインの3ポンドとか 2.5 ポンドぐらいから始めてもらえればストレスなくはあります。ただエステルよりは感度がないから何やってるかは分かりづらいかもしれない。はぁ、なるほどね。そうです。その次からやっぱりルアーですよね。うん、上げたいで、ルアーで言ったらもう最初買うんであれば軽すぎず重すぎずまでですよ。一番それどこなのってなるじゃないですか。そうどこなのって言ったら軽すぎず重すぎずと思うと、で大体2グラムいかないところから1.5 グラム前後ぐらい、うん、例えば、まあ、大体自分だから1.4 から2グラム前後ぐらいですね、うん、が一番扱いやすいですね最初、うん、それからちょっと下になっちゃうと初心者の人だと投げづらいかもしれない、うん、だから自分的にはその1で出てるバンナーがありますけどこれ 1.7 グラムなんですよ、うん、初心者の人でも自分初心者の人教えたりしますけど全然投げられるぐらいの人だから、なおかつ全レンジ、うん、カバーできるしまずそこら辺の 1.7 とか 1.8 グラム、あと 1.4 グラムとか 1.3 グラムぐらいのものをスプーンは買っていただけると普段ですよ、めちゃくちゃ便利です。あとお助けマンでプラグを買っといてくれって感じです。あ、大事です。プラグさえ買えば例えばディック系のものが最強ですね。ディック系のものをただ巻いてるだけで勝手にレンジ全部切るどこか魚に切れるんだよ感じかなと思います。なるほどね。あとカラーはスプーンなら買うのでまずカラーは絶対買った方がいいのがオレキンを買ってください。もう完璧ですね。放流放流時にとにかく絶対買ってください。その後に自分がよく言うのは明滅の金系の明滅と
こういう黄色系とか蛍光系の明滅を買っとけば最初は OK。 なぜかっていうと地味系の色は綺麗に巻かないとするないから最初は綺麗に巻けませんよ。ああそうは、ユッキ系のものは勝手にフラッシングしてスイッチで食うから一番無難に釣れます。お割とアバウトでもいいんですね。あ、いいんですよ、ね、最初から分かったら苦労しないです。まあ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 、まあ、だからもう最初はそこら辺でやってもらって、自分ちのものは明滅系のもの多いじゃないですか。はい、これに関してはあのとにかく釣り場に行って一頭二頭で釣れたらすごく嬉しいじゃないですか、うん、でその一匹に1時間かけるのが心が持たない最初の人じゃあとにかく一匹の釣果を早くさせてあげたいって意味で明滅系が多い、で明滅系でもローテーションできるようになってるので、おお、言われてみよう、うん、そうです、そうです、うちどっちかっていうとほとんどそのユーザーさんは中級者さんが多いんですよ。うん、あのエリアやったことなくてエリア入ってきた人もいます。ユーザーさんも一番こう超過が早い、強いし、繁殖とかだと結構綺麗に巻かないと今の差がついちゃうので、とにかく釣り場に行って釣れるようなカラーが中性してありますということです。はい、なるほど、面白いですね。 YouTube ですか。ああ、まあ一応、ようそんな話するんですよ。このなんかやったらだから初めてやるときどうしたらいいって、何にお金をかければいいって話よくなるんですけど、まあ、人それぞれなんで。そうですね、うん、何かやるって言ったらさっきの流れが一番最強です、うん、自分なんかそのエリアでスタッフとして働いたときは、うん、初心者が来るわけですよ、うん、いやとにかく最初はタックルが大事本当に、でもね、タックル揃えたらね、いろんな量があるので、うん、本当に楽しいですよ、うん、特にスプーンなんか切りなくあの精度上がるし、まあ、めちゃくちゃですね。本当沼です、ね、沼です。沼だけど人との差が超で、魚がいるから、うんうんうん、だからバスとかやってる人だとオフシーズンにあの釣れる感覚を失いたくないって言ったら絶対やるべきだし、レンジコントロールとかもすごい幸せだし、魚のやり取りですよね。細い糸使うから余計にボリ巻きしたりドライブ強くしすぎたら切れちゃうし、うんうん、そういうところにやり取りもなく、まあ、そこもエリアが圧倒的なメリットだと思うんで、うん、そんな感じです。はい、ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。